選手に今シーズンの意気込みを一人ずつお聞きしたいと思います。皆さんこんにちは。今日は来ていただきありがとうございます。背番号3番の古賀紗理那です。今年の最大の目標であるパリオリンピックに出場するために、まずはパリオリンピックの切符をつかむために、ここの力を結集させてチームとして戦っていきたいと思います。で、福岡大会、ネーションズリーグの福岡大会はぜひたくさんの方に会場で私たちの背中を押していただきたいと思います。たくさんのご声援よろしくお願いします。合宿が始まってから真鍋監督やチームメイトからたくさんのことを学び、とても充実した刺激的な毎日を過ごしています。私には3歳になる息子がいます。息子と離れている時はとても寂しいですし、息子にも寂しい思いをさせてしまっているんですが、メディアに私の姿が映ると息子がとても喜ぶので、ぜひ日本代表女子バレーボールをたくさん取り上げてください。よろしくお願いします。今はしっかり自分のコンディションを整えて、いいパフォーマンスが出せる準備をしています。自分は強みにしている粘り強いディフェンスで、チームの勝ちに貢献できるように頑張っていきます。まだ合流したばかりですが、しっかり心と体の準備をしていいパフォーマンスができるようにやっていきたいと思います。また VNL の初戦からいいスタートダッシュができるよう、チーム全員で私個人としても準備していきたいと思います。オリンピック出場権獲得のために、私の持ち味である広い守備範囲でオフェンスの精度が上がるよう、高い意識を持ってやっていくことと、今までバレーボールをしてきていろんな経験だったり、思いがあるので、それをすべてぶつけられるよう頑張っていきます。合宿が始まり、オリンピックへの切符をつかむという強い気持ちを持って日々の練習に取り組んでいます。真ん中の攻撃を軸としたトスワークを強みとしているので、そこをしっかり出していけるように頑張っていきます。去年の悔しさを忘れず日々過ごしてきました。まずはパリオリンピックの出場権を獲得するために、自分のプレーやプレー以外の部分でも全力でチームに貢献していきたいと思います。次は大島選手です。小島だよ大変失礼しましたはい、背番号8番の小島まなみです チームが勝つために何が必要かということを常に考えながら練習に取り組んでいます。自分の持ち味である声とプレーでチームを鼓舞して勝利に貢献できるように頑張ります。まず今ここにいられることにすごく感謝しています。そして自分の強みでもあるサーブレシーブやディグのディフェンスのところでチームに貢献し、どんな役割どんな立場であっても常に自分のベストパフォーマンスを出せるように頑張っていきたいと思います。今シーズンは結果を求められるからこそ、それまでの過程というのをより一層大事にし、つながりのあるチームを作っていきたいと思います。個人的には苦しい時にチームの頼りになる選手になれるよう頑張っていきます。今年はオリンピックイヤーということで緊張感を持って練習に取り組んでいます。勝負どころでのブロックポイントでチームに貢献できるよう頑張ります。コミュニケーションを密に取って練習に励んでいます。自分の武器はディグとつなぎだと思っているので、その良さを忘れずに自信を持って臨みたいと思います。去年の悔しさを忘れず緊張感を持って練習に励んでいきたいと思います。また今シーズンは高いブロックに対しての組み立てを勉強してきたので、自信を持ってトスを上げていきたいと思います。オリンピックを目指せる今の環境に感謝しつつ日々過ごしています。オフェンスの部分でチームに貢献し、挑戦する気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。去年の経験を忘れずに、日々の練習を一生懸命前向きに頑張っていきたいと思っています。高さがあるプレーが私の強みだと思っているので、そこを出せるように頑張っていきたいと思います。この場所に呼んでいただけたことに感謝して日々を過ごしています。私の持ち味は力強いアタックと経験だと思うので、オリンピックの切符獲得ができるよう精一杯頑張っていきたいと思います。今はたくさんの人と会話をしてコミュニケーションを取ることを意識して取り組んでいます。私はサーブレシーブが武器なので、特にセット終盤で質のいいパスをセッターに返してチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。
今回のポイントであるディグを意識しながら練習に取り組み、真鍋監督からよく根性が悪いと言われるので、そこを武器に粘りのバレーでチームに貢献していきます。この合宿に参加し、このメンバーの中でプレーすることは本当に刺激的で、日々成長を感じています。オリンピック出場権獲得に向けて、自分の持ち味であるサーブとトータルディフェンスでチームに貢献したいと思います。次は荒木です。背番号20番、荒木彩香です。変化を恐れずに、毎日挑戦することを恐れず練習に取り組んでいます。オリンピック出場権獲得に向け、ブロックのしつこさを武器に、得点にならないところでもチームに貢献できるように頑張っています。頑張っていきます。勝負どころで決めきれるよう、いろんなことにチャレンジしながら練習することを意識しています。思い切ったサーブでチームに流れを持ってこれるように頑張りたいと思います。最後に ヒロピーお願いします。背番号25番、ヒロピーこと山中ひろよです。1年空いてまた招集していただけて緊張もありますが、自分自身がチームに貢献できるよう準備しています。粘り強いブロックでチームに貢献できるよう頑張ります。